です。前回やっとハギーワギーが出てきたこのポッピープレイタイムなんですけど、なんかね怖い、超怖かったんですよ。ぶっちゃけ前振り長すぎて出てきてくれたことにも感謝しかない、ね、それくらい嬉しかったんですが、はい、やっていきましょう。続きというわけでハギーワギーとのバトルですね。バトルとはいえ逃げるしかなさそうなんだよな。見た感じもう出てきたら速攻逃げるしかないんだけど、あちゃあちゃあちゃだけれども、行く場所がなくてですね、どこに行けばいいんだろう。これ怖い、近い、あ、こっちだ。子供たちに人気なのか。確かにね、あのストーリー聞いてるとさ、ちょっと確かにみんなに愛されるために作られたロボットじゃねえや、おもちゃだっていう話なのにね、こうやって工場が壊れちゃって首切りになっちゃって、かわいそうな人ではあるんだよね。あ、こっち行けなくなっている。あー、じゃあどうすんのこれ、どうすんだこれ、やり方がわからないよ。わかった、巻いて奥に入っていく、そんな気がする。来るから、あ、やべ、引っかかった、やばいかも。で、ここでぐるりんとぐるんと回りつつ、遅い、お前もうちょっとこうやって、あっ、どうすんのこれ、超難易度高えよ。子供向けじゃないのこれ。あ、そうだった、恐怖の森やりすぎてたわ。ダッシュボタンあった、これダッシュボタンあるわ。よっしゃ、ダッシュボタンあったわ。思い出した、恐怖の森と一緒だと思ったから。あそこも閉められた、どうすんのこれ。こっち行けない、こっち行けた。わー、なるほど、よし、わー、よかった。そうだよ、恐怖の森やりすぎてたせいで。うわ、怖っ。無料のゲームなんですよ。そこまでじゃないと思ってたんですけど、なんかね、動作環境のスペックがね、やけに高かったんですよ。こういうことか。このハギーワギーがめちゃくちゃ高画質で怖いから、だから動作環境がスペックが高かったんだ。なるほどね。うわ、ここで出てきて、ここで勝負、スピード勝負。うわ、こっちかい。うわ、どうすんのこれ。うわーい、でもこっち行ったらダメじゃない、どうすんのこれ。ほっほっ、無理。うわー、今回ただハギワギに追われて終わるだけの回になりそうな気がしてきている。一番子供と思ったが、一番ハードなゲームな気がしてきたぞ、これは。やばい。よっしゃー。で、ここで落ちるで、来ると、チアトだって他にないもんね。うわ、走ってきた、こいつ。こいつ行けないもんね。で、こっち来る。で、こっち、あ、違う、わかったー。あの奥にビビらないで行くんだ。左に行くとこあったわ。よし。よ
よし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 。ハギワギもあれか、おもちゃだからいっぱい作られてるわけだね。だからこの大きいハギワギもいれば、さっきみたいなちっちゃいハギワギもいると。しゃ、じゃあスピード勝負だな、ここから先は。しゃ、こい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 、ここでビビるな、ビビるな、これビビるな、こっちだ、あれなかったんだけど。試合勝負だ、ほら。で、今さっきの脇道のところになんか書いてあったの、デンジャーなんちゃらかんちゃらみたいな。そこで読めばなんとかなるのかな、もしかしたら。ほっ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 、ここに、ここに書いてある。ドンと、なんちゃら、どっかに書いてある。あ、こちら、おー、あったあった、道あった。落ちる、あ、ダメだ、落ちれない、落ちた、落ちてみたけど、落ちたらどうなるんだろう。あー、なんか赤いとこ行った。あー、あ、終わった終わった。どうも、こんにちは。そう、今落ちちゃダメだったのか。いやー、うわ、2まで行くと相当辛い気がするな。しょい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 、こっちで、あそこで穴に落ちない落ちない。あー、無理、落ちなきゃダメだった、落ちなきゃダメだった。ここから先、ここから先どこか曲がるところがあるはず、曲がるところがあるはず。こっちだ、よし、合ってる。この先、この先、あ、あ、あ、こっち、あ、あるあるあるけど、おお、同じパターン。あの、テクニックとかそういうもんじゃなくて、どう気づくかっていうのがこのゲームのポイントですね。プレイするみんなね、あの、ちゃんと観察力をね、観察眼を、視野を広げてしっかり観察してやっていきましょう。ね、そこに気付けさえすれば簡単なゲームだと思います。僕は無理です、難しいこのゲーム。さあさあさあ、スピード勝負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 、もう手慣れたもんだぜ。そしてここ落ちる、落ちれない、落ちた、でこっち、あちらだ、この先か、どこだっけどこだっけどこだっけ、この先だ、まだまだこの先で、あ、違う、こっち、こっち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 で、この先に、この先に、なんか左にしゃがんで入れそうなところがあって、ここここここ、あ、しゃがむボタン間違えた、あれ、あ、違う、それ、それ後ろ、あー、落ちた、終わっちゃった。いやー、ザー、15分間このハギワギとの逃走劇を見せていることになった。おーおー、勝負だ勝負だ、もう一個だ。あ、ほい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 、ここまでは手慣れたもんね。どこかで右に入る、この先かな、この先で右に入る。あれ、あら、あー、もう、あー、あー、つらいよ、つらいなー。いやー、せっかくハギワギ怖いからさ、怖いから、ちょっとさ、こう、推理というかさ、なんかね、こう、アクション要素とかあるともっと面白いと思うんだけどなー。とりあえず、ただ迷路抜けるゲームになっちゃってるからな、今、もうこれが。シャイ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 、ここまで OK、 ここまで OK、 よし、どうしましょう。ここまでは持ってないと思うんですよ。そして攻撃
で、ここでこちら。よしよしよし。よしよしよし。ここまではよし、ここまではよし。あとはしゃがむボタン間違えるな。しゃがむボタンを間違えるな。しゃがむボタンを間違えなければいける。しゃがむボタン、ここだ。あ、しゃがむ。いけない、いけない、嘘やん。しゃがむボタンいけなかった。つらい、つらい、もう怖いとか感じなくなってきたもん、もうつらいとしか感じない、もうめっちゃいいなぁ。どうすんだよこれ、このゲーム。もうここに行くしかないもん、集中してくれるので、ここまでは良いとして、ここまでは良いとして落ちまして、はい。やはり落ちまして、こっち側行って、ここまでは良いとして、ここまでは良いとして、ここからそこに行ったよなぁ。ところがなんだっけ、やっぱここしゃがんでいくしかねえんだよな、しゃがんで。あ、しゃがんでいけたわ。よし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 。違う、こっちだって、こっちだ。危ない危ない危ない。え、なに、シャン、嘘、うわぁ、やばいやばい、こっち、いけるいける、あ、もうわかんない、もうわかんない、もうわかんない、もう一回こうやって言われてもわかんない、これ、やばいやばいやばい、最初からマジかーこれ、もうやばい、これこのゲームすごい、今までやってきた、人生でやってきたどのゲームよりすごいっていう、何回もやればクリアできそうだけがマシか、あ、やばい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 、パワーパワーパワー、おそい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 、よし、で、ここまで来て、こいつ多分手で掴めるはずです、掴めるはずなんです、え、でも手間って言ってる、わぁ、もう意味わかんねえ、からか、押しっぱだと引っ張れない、でもう一回押すと引っ張る、あ、わかった、これで次クリア確定です、よし
覚悟しろ、ハギ。ほら、あ、ボタン間違えた、ボタン間違えた。覚悟するの俺が、危ねえ。私ブレーキいつもキーボードとマウスでやってるので、あのテンパるとボタン分かんなくなるよ。勝負だ勝負だ、いい勝負だ。今度こそクリアできるはず、今度こそクリアできるはずだ。よし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 、いい感じ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 。位置も完全に覚えている。そしてこっち、よしよしよし、完璧完璧完璧である。でも完璧な時こそ何かしらやらかすのは私である。ほっ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 ほ、よーし、おいおいおい、騙されないぞ。お前は時間で焼く、時間で焼く。お前はいいよ、よし。で次は冷静にあの箱を引っ張ると、ほいほい、そしてはい、引っ張る。あれ引っ張れない、なんでなんで落ちたー。ああ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 、ハギー、ハギーなのかワギーなのか、ハギーワギー、わ、血出てるよハギーワギー。おもちゃとはいえ生きてたんだよハギーは。さあこれ分かんないけどストーリー悲しいと思うんだきっと。だってさ、ね、子供たち喜ばせるために生まれたのにさ、こうやって工場を潰れちゃっててさ、でこうやってね、なんかお化けみたいな妖怪みたいな扱いされてるんだよハギーワギーさんは。はあ、なんかそう考えるとね、あの子が人気ある理由も分かる気がしますね。どっちだろう、こっちかな、なんだろうこれ。あっち見てみよう。あ、ビデオがある。ビデオテープ1本目2本目までか、撮って以来1個も撮ってない気がする。あった、落ちてる。うわー、これは気づかねえわ。よーし、撮った。でビデオ見ようか、久々のビデオ。はい、画面が俺のスマホぐらい割れてる。なんだろう、全然聞こえないけどな。なんか不穏。ただでさえも聞き取れないのにさ、相手ももしもし言われるともっと聞き取れないね。というわけで次行ってみまーす。お、なんかお家みたいなところに来た。事務所かな。おもちゃ工場の事務所かな。うわー、タゲローっぽい。タゲローっぽい。なんか音楽も聞こえる。オルゴール？オルゴールかな？へぇー。なんだろう。おうちだ。おもちゃだね。やっぱおもちゃ工場。おもちゃ工場だから、いろんなおもちゃがありますね。絶対なんかあんじゃん、これ。うわぁ、あかん。何の紙これ？何の紙だろう？ああ、女の子だ。こんにちは。
You opened my case. ん？あ、はい、チャプター1終わりました。やったぜ。なんか全体的にちょっと謎解きフェーズの時間が長くて、ちょっと見てる人暇だったかもな。まあ、やっぱりね、チャプター1ってことで第1章ということなので、こうね、皆さんというかもう、ね、その導入部分ということで、手の使い方とかいろいろ説明が長くて、あとはその何て言うんですかね、謎解き要素がですね、ちょっと謎解き要素が長かったかなっていう感じで、なかなかハギーワギーにはいなくてですね、ちょっとホラーというよりも推理というか探索要素が多かったですね。けどちょっとストーリー結構悲しいですね。やっぱりきっとみんなに遊んでもらいたいんだろうな、ハギーワギーも今もの。はい、というわけでチャプター1クリアできました。チャプター2以降ですね、ちょっとまあ、有料ということで、まあ別に買えないお値段ではないんですけども、ちょっと皆さんどうでしょうね、もっと見てみたいっていうご要望があればやってみたいかと思います。もしくはちょっと自分も見てみて、ちょっと調べてみて面白そうであればチャプター2以降やっていきたいなと思います。もっとハミワギに出てくるのかとかで、もっとホラー要素強くなるんであればやりたいかな。まあでも、まあ、まとめになりますが、ちょっとハギーワギーの初登場シーンはめっちゃ怖かった。あの後慣れちゃったけど、なんか慣れてくるとまあやっぱり可愛く見えてくるんで、世界中で人気っていうのはわかるかもしれないですね。はい、というわけでこのポッピーポライタイムは今回で終了になります。ご視聴いただいてありがとうございました。 Have a nice day.